こんにちは、ネモです。パワープロアプリやっていきます。今回はパワープロくんポケットコラボ記念ガチャいきましょうということで、ついに始まりましたね。もうタイトル画面からパワポケくんに変わっていて、めちゃくちゃテンション上がりましたというところと、僕もねようやくパワポケ10が届きまして、その実況ちょっといつから始めるかわからないんですが、まあ、このコラボ期間中早い段階でねやれたらいいかななんていう風に思ってますので、そちらもお楽しみにしてくださいということで、まずはガチャからいきましょう。で、このガチャが7回目まで引くとパワープロくんポケット SR 選択権ガチャが来て、ブラックかシアン、まあ、どっちも選べますよというところですね。で、シアンちゃんは総力上限と守備上限、おお、これ予想当たりましたね。僕の守備上限持ってたらいいなが当たりました。で、ブラックの方はミント上限があるみたいですと。で、初回10連目パワーストーン30個で PR 以上のシアンちゃんもしくはブラック、2回目は40個で回せて SR 以上のキャラが2枚、3回目は SR 以上のバナーないキャラ、4回目バナーないキャラ出現、5回目バナーないキャラ、6回目バナーないキャラの PSR、 そして7回目選択ガチャ券というガチャで、8回目以降は PR 以上のイベキャラと、あとはゲドウくんぞという感じですね。そして気になる金徳ですが、なんとアーティストですね。外角質がアーティストということで、これはまたぶっ壊れそうですね。これで固有とかがラブパ継続率アップとかであれば、まあ絶対に使うキャラになりそうですね。はい。で、ブラックの方は、電光お一応まずくない、これすごくない、総力と守備出した電光石火または牛若丸ということで、これは非常に両方とも北斗必須級になりそうな感じのキャラクターが入ってまいりましたねというイメージでございます。さあ行きましょう。これ両方欲しいぞ、頼む、両方母体欲しい、両方 PSR 母体欲しい。 OK、 まずは来ましたと。1枚、わあ、これはもうファン歓喜でしょうね。で、コツはめちゃくちゃ多いけど、チャンス対左通りま、いい、欲しいコツが全て詰め込まれてる感ありますね。で、敏捷ボーナー6がいきなりついているテーブル。敏捷14、すごいね、これ。相当強いんじゃない？はい。で、シアン。おー、一撃、ありがとうございます。SR シアン出ました。恵まれているぞと。体力消費ダウンですね。ラブパック継続率アップはないですが、まあ、アーチがついていると。まあ、リンちゃんが使えなくなるのがどうかなっていうのもありますが。うん。主人公との恋愛の結末は、まあ、これをね、パワポケで見れるんでね。ちょっとこれは楽しみにしたいな、という感じです。よーし、一発目からいいよ。はい。さあ、二回目行きましょう。で、二回目は SR が2枚確定ですね。さあ、頼もう。いや、P が欲しい。本当に P 欲しい。サゴイ。でも、ブラックとシアンどっちがいいんだろうね。その辺はわからない、正直。エミリ。シドレミ。まあ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 、しゃあないっすね。これ多分、ピックアップ率見てないっすけど、また 23% とかだと思うので、まあまあ、ここは仕方がない。ちょっと一応確認しておきますか。でも、これで 40% とかないかな。ないか。さすがに 23% ですね。はい。3回目行きましょう。バナーないキャラが1枚確定です。にじみてえわ。まあ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 、いや、これちょっとガチャ回したくなるな。 OK、 45は作れそう。45は作れそう。45作れれば十分だからね。あとイベか。ただ鈴木が外せるんで、結構こうまた広がりが出るんじゃないのかなという感じはしますけどね。ここバナーないキャラのみなんで、頼むから虹キラン欲しい。ここ虹、あー、ピンク、せめてピンク。わー、引き弱が出てしまった。うわー、ここは欲しかったですね。まあしゃーなし、これが私の引きです。まだブラック出てないですね。ブラックの SR どんな感じなんでしょう。いや、ここ、いや、PSR、ブラックの方がいいかな。行きましょう。ちょっとブラック見たい。ブラックのテーブル見たい。
いや、この70連確定分で P 出ないかな。P、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 P。おー。ブラック出ました。で、ボナテ。スペシャルタックと精神ボーナス、そして敏将ボーナス。敏将が20。なんか友沢と同じテーブルかな、多分。っていう感じしますね。初強化も55なんで、多分友沢と同じテーブルなので、やる気効果かな、多分。やる気効果150。かなと思われます、おそらくですが。ただ電光石火来てしまったか、すごいことなりそうだね、また育成が。さあということで、バラないキャラ PSR1 枚確定です。どっちがいいかは正直まだ分かりません。さあ行きましょう。どっちでも今んとこ喜べるね。おー、ブラックの方出ましたね。ありがとうございます。母体の方はブラックでしたと。そうですね、やっぱ友沢と同じテーブルですね。やる気効果150になってますね。まあいいんじゃない。いや、どうなんだろう、わかんねえ。まあ北斗やる分にはこっちの方が嬉しいんだろうけど、まあ今後のね、こう展開とか、まあミートの上限っていうところでね、どっちがいいんだろうなっていう感じはあるんでね。はい。で、選択ガチャ券までは引いちゃいましょう。出ろ。おまけ出ろ。ピンク。虹。はい。あー、引きが弱い。まあ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 。45は作れるかな。ただ、シアンの方はちょっとわかんないですね。して、全然出ない。うわー、これ追いガチャ確定っぽいな。はい。ということで、解放をやっていきましょう。いやー、これは非常に楽しみですね、使うのが。まあ、これすごいことなりそうだなっていう。で、解放をやっていきましょう。その前にちょっとボックスを開けさせてください。ボックスの開きないんでね、僕。で、開けて、多分シアンの方はそこそこ解放ができるんじゃないのかなというところですが、入手順でいいよね。で、ブラックの PR、SR、シアンの SR、PR を引き出して、で、うわー、これ楽しみだなー。むちゃくちゃ楽しみ。で、彼女と僧侶かな。うん。で、PR 解放していきましょう。はい。しれっと、強化アップも一緒に来てますね。これありがたいっすね。さあ、行きましょう。うわ、ゼロ。ゼロ解放とは。おえー、6枚入れてゼロはちょっと渋ですね。で、渋いのでこういう時は PR 入れて勝負していく。さあ行こう。3解放。1、2。おお、いいね。3。ああ、さすがにないか。ただプラス2にはなりましたね。 OK。ブラックの方は、まあ、勝ちでしょう。シアン行きましょう。まあ、結局、彼女はどっちが良かったんだ説はあるけどね。PSR 枠はね。ああ、1解放だ。1解放だったら、もう、これでとりあえず止めといていいかな。まあ、まだ、これは追いガチャ45にするまでは、やると思うので、まあ一旦ステイしておきましょうかね。はい。ということでね、パワポケコラボが皆様始まりました。で、まあ最強学園、グレテスト学園の方も、もう出る感じになっているので、それの小技みたいなものも、皆さんにご紹介できればいいかな、というふうに思っております。あとはね、コラボ記念の今ならレアガチャが無料で10連回せるようが来ているので、まあこれも、しっかりとやっていきましょう。ちょっとガチャの出現内容に
この新キャラたちが入ってはいなさそうかな。うん。さすがに、ま、いないですが、ま、上の方のね、浅髪とか、ま、そういうキャラたちを当てられるといいなと思いながら皆さん引きましょうというところですね。あとはまた、別動画の方でいろいろと話ができたらいいかなというふうに思います。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますのでフォローください。また次の動画でお会いいたしましょう。